兄さん、お願いです。真実を話してください。真実か。とりあえず教えておこう。次に日本と戦うブラジルチームは全員がオリオンの使徒であり、私の直属の精鋭たちだ。だが約束しよう。私は試合中以外に日本の選手には一切手を出さない。一星君、君が私のやり方に異議を唱えるというなら、ブラジルを力でねじ伏せてみせろ。オリオンの下で高き志を抱く者たちを君たちが阻止できるのかどうか注目している。それより皆さん、今はブラジルとの戦いに集中するべきでは。そうだ、目の前の敵に全力で挑もう。お、相手が何者だろうと俺たちのサッカーをやろう。しかし奴ら全員オリオンなんだろう。それにオリオン財団理事長直属の精鋭って、そんな奴らとまともに戦うんですか。当然だ。面白くなってきやがった。お前ら分かってないようだな。何？ブラジルがたとえ全員オリオンだとしても彼らの実力は本物だよ。おそらくまともに戦ったとしても今の僕らでは勝てない。FFI 世界大会もいよいよ準々決勝を迎えました。この大会の台風の目となっている日本代表と、サッカー王国として世界に名を馳せるブラジル代表の対決ということで、スタジアムは大変な盛り上がりを見せております。日本代表は追加招集した水上矢をいきなりスタメンで起用してきました。彼は強豪として名高い青少学園でキャプテンを務める、統率力と判断力に優れた選手です。ブラジルの攻撃にどう対応するか非常に楽しみですね。おいおい、まさかビビってんじゃないだろうな。ビビってはいないが心配ではある。ああ。優勝候補のブラジルを前にして、お前が1点も取れずに交代させられるんじゃないかってな。抑えてろ。西影、あの技は完成したのかい？はい。ブラジル代表のプレイやばかったよな。ゴー！ブラジルの華麗なテクニックを前にイギリス手も足も出ない。あれだけ高いレベルのサッカーをする上に全員がオリオンの使徒か。まあ汚い手の方もレベルが高そうだがな。何を仕掛けてくるか警戒だけは怠らないようにしよう。俺ブラジル、俺サンバらが来た。オールサンバ！何なんだこいつら、ふざけてやがんのか。オールサンバ、オールサンバ、オーラアミーゴ、ザモーラアミーゴ。熱くサッカーしようぜアミーゴ。アミーゴ？アミーゴはポルトガル語で友達って意味だよ。友達？ああ、サッカーをすれば世界中みんなアミーゴさ。サンバのリズムで襲ってくる敵か？ん？あっ！そうか、あれはブラジルのリズムに体を慣らすための特訓だったんだな。さすがだぜ監督。いや、まさか本当にサンバのリズムで来るとは思いませんでした。え、
これはラッキーですね。監督はダンサーを見たかっただけでは。しかし、あれが全員オリオンの使徒だっていうのか。なんかすごくいい人たちに見えるけど。よし、俺たちも行くぞ、魚上。え？はい、遠藤さん。祭りならこっちも負けちゃいられないよな。はい、夏祭りで鍛えた盆踊りを見せてやりましょう。これが本物のサンバか。こないだのインチキサンバとは全然違うで。おお、ジャパンサンバ。おお、無性に体を動かしたくなりますね。オレサンバ、オレオレサンバ、オレサンバ、オレサンバ。わっちょー、お祭り好きの血が騒ぎますね。オレスプラッシュ、オレサンバ、オレスプラッシュ、オレスプラッシュ、オレスプラッシュ。強敵との試合前なのに緊張感ゼロね。まあ肩の力が抜けたということで。思いがけない楽しいハプニングでスタートした FFI 世界大会準々決勝、日本対ブラジル、今キックオフです。いきなりバックパスとは消極的じゃねえか。鬱陶しい音出してんじゃねえよ、バカ騒ぎしやがって。簡単にかわされてんじゃねえぞ、ハイサキ。その程度のフェイントでこのゴッドストライク、また抜きだと。ふん、ほう、そういうことか。小僧丸、来るな、アスト。こいつらは俺たちに一対一の勝負を挑んでるんだ。一対一の、ふん、バモーラ、オーレイ、オーレイ。俺に勝負を挑んだことを後悔させてやる。スイッチオン。なんだよ今のは。あれはエラシコと呼ばれるフェイントだ。かなり高度なテクニックが必要とされるフェイントだが、まさかディフェンダーが繰り出してくるとはな。ハイザキもヒロトもあっさりかわされたしよ。ブラジル代表は全員がすげえテクニックの持ち主ってわけか。レイ、ここで止める。ビシッと行くぜ。最後はお前だぜ、アルテール。来い。さあ勝負だ。必殺技を出さずにゴールを奪う気か。なめるな、挑発に乗るな。先制点はブラジル、キャプテンのアルトゥールが決めた。これは日本にとってショックは大きいですよ。日本の選手はほとんど手を出せず点を取られてしまいました。ほう、やるようになったものだ、あのひよっ子どもが。くそ、あいつら必殺技の一つも出さずに決めてきやがった。まともに戦ったとしても今の俺たちではブラジルに勝てない。野坂の言った通りだ。ああ、何言ってやが。お、こんな強い相手と正々堂々戦えるなんてワクワクが止まんないよ。し
試合は1対0、ブラジルのリードです。俺だって。そんなフェイント俺には通じないよ。俺まだまだ。俺アスト。アストのやつ。その熱さ、いいね、アミゴ。そっちこそ、いいね。こんなに気持ちのいいサッカーをしてくれるなんてさ。負けんじゃねえぞ、アスト。お前の根性、見せてやれ。あいつらがオリオンかどうかなんてもう関係ねえ。認めるぜ、ブラジルは俺たちより強い。だがな、強い相手をぶちのめして勝つってのが一番燃えるんだよ。面白い。やってやるぜ。アルチュール、一人で楽しんでんじゃねえぞ。そうだな。おオレ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 。いいね、さすがサッカー王国ブラジル。パス回しも超一流ってわけかよ。これくらい歯応えがねえと倒しがいがないぜ。オレ。野坂さんは言いましたよね、今の俺たちではブラジルに勝てないと。でもサッカー選手は試合の中で今の自分から大きく成長することができる。そう、自分より強い相手と戦うことでね。アスト君がみんなの心に火をつけてくれた。アスト、あとはみんなの体力が限界を迎える前にこの劣勢を覆す突破口を見つけないとね。はい、野坂。俺に一つ策がある。何だい？ブラジルを打ち破る策だ。稲妻イレブン。ブラジルの猛攻が止まらない。日本にとっては防戦一方の苦しい時間が続きます。オレオレ。ゾーンオブペンタグラム。しまった。バモーラ来るぞ。今だ。水上や達也。デスサンバー。鎌倉ディメンション。止めました。稲妻ジャパン西影、ゴールキーパーの意地を見せました。ナイスキーパー、見事な技だったよ西影。野坂さん、ありがとうございます。さあ、ここから反撃開始だ。再びボールはアルトゥールへ。稲妻ジャパン1点を返せるか。バモーラ行くぞ。何人で来ようとまとめて抜いてやるさ。ほんのちょっと向こうかよ。くそ、もう少しだったのに。俺のエリアに入ったからにはただじゃ済まさねえぜ。あと少しだったのに。今度の相手は俺だよ。何をやってるんだこいつら。あれってもしかして。ええ、帝国学園との試合でライモン中がやったサッカー版戦法ですね。
見える、見えますよ。それぞれの受け持ちエリアを区切る、超えてはいけない一線が。いけない一線、またその話ですか。通常、ボールを取るために複数の選手でプレスをかけますが、今の日本代表は常に隣接するエリアの2名ずつが対応する形をとっています。なるほど。他の選手たちは無駄に動かなくて済むので体力が温存されるというわけですね。それだけではありません。移動範囲が制限されていることで逆に瞬発力のあるプレイができるのです。サッカー版戦法ってわけか。面白いな、稲妻ジャパン。今だ。何？これはまるで自由に進んでくださいとばかりに日本は中央のラインをぽっかり開けてきた。おいおい、試合を投げ出したのかよ。せっかく楽しくなってきたのに後悔しても知らないぞ。バカ。足止め成功だな。バカ騒ぎも終わったな。もらった。決めるぞヒロト。ディフェンダーに転向して攻撃センスは鈍っちゃいねえだろうな。それを今から証明してやるさ。だったら見せてみろよ。水上屋さんの策が的中しましたね。最初に聞かされた時は驚いたよ。俺に一つ策がある。何だい？ブラジルを打ち破る策だ。来門中のサッカー版戦法で体力を温存しつつプレッシャーをかけ続け、アメリカ代表の地雷原でブラジルの動きを止める。俺はお前たちにずっと注目し客観的に試合を見てきた。敵を知るだけではなく己を知らなければ戦いには勝てない。水上屋君は僕とも一星君とも違う視点で戦略を組み立てることができるようだね。野坂さんが司令官、俺が分析官だとすれば、水上屋さんは情報が集積したライブラリーというわけですね。面白い。正々堂々の戦い？くだらんな。お、どうやら俺たちは日本のことを甘く見すぎていたみたいだな。もっとサッカーを楽しんでこの試合勝つぞ。おれ、そんな、オリオンのやり方で戦え。せっかく楽しいサッカーができていたのに。ベルナルドさんからの命令だ。従うしかないだろう。だけどよ、仕方がない。日本を潰そう。オリオンのやり方で。オリオンのやり方で。